常石勝義常石勝義は、日本中央競馬会の元騎手立東トレーニングセンターに所属していた、大阪府仙南郡三崎町出身。騎手引退後は、競馬評論家として活動し、その傍らで、競馬ライターとして、分泌活動を行っている。また、2020年東京パラリンピックへの出場を目指し、障害者馬術の選手としても活動。 1996年3月に中尾忠し旧社所属でデビュー。同期に福永雄一、和田隆二や中央競馬の女性騎手の一人である、増沢紀子らがいる、競馬学校花の12期生の一人である。初騎乗は1996年3月2日、中京競馬第五競争の他人のレセプションで16頭立ての7着だった。初勝利は翌週の三月十日。 中京競馬第二競争で同じく他人のレセプションに帰場してのものであった。デビューからの約5ヶ月で12勝を挙げていたが、同年8月4日、小倉競馬場でのレース中に落馬事故を起こし、ノーザ症で意識不明の状態に陥る。しかし奇跡的な回復を見せて、翌1997年に復帰し、同年の小倉三歳ステークスで武内健闘に帰場し、 重傷初勝利を挙げた。平地だけでなく、障害の騎手としても活躍し、2003年には、中山グランドジャンプで、ビッグテイストに起乗し、GI を制覇した。しかし2004年8月28日、小倉競馬場で行われた報告ジャンプステークスで、再び落馬。脳座症、外傷性腐膜下出血、頭蓋内血腫を併発し、意識不明の重体に陥ったが、 昆水療法が功を奏し1ヶ月で意識を回復。翌2005年には木馬に乗って騎乗トレーニングができるまでに回復した。その後もレース復帰を目指して、リハビリを行っていたが度重なる脳外傷が原因で、工事のお機能障害と診断されたことから復帰を断念せざるを得なくなり、2007年2月15日に同年2月28日付で引退すると、 日本中央競馬会から発表され、2月24日、同期の福永、和田騎手らの計らいにより、阪神競馬場で引退式が行われた。JRA 通算82章。彼の引退後を描いたドキュメントが2008年2月に、日本テレビ系、思いっきりいい。テレビで放映されている。JRA 所属騎手では2009年には、石山しその翌年の2010年にも、 塚田義雄が平一種と同じく落馬による農座賞により引退を余儀なくされてしまい3年間で3人が落馬農座賞で騎手が引退する事態となった。引退後は競馬評論家に転身し雑誌競馬王で記事を執筆しているかたわら日本各地のフルマラソンにも参加している。2011年には大阪マラソンにも参加し感想を遂げた。 翌2012年にも参加したが、この時は35キロチェックポイント地点までは順調であったが、直後に制限時間オーバーとなり、リタイアした。次の翌2013年にも参加したものの、前回とほぼ同じ場所で、再び制限時間オーバーとなりリタイアしている。2014年、もう一度場に乗って大きな舞台に立ちたいと、パラリンピックの公式種目の一つ、 障害者馬術選手の活動を開始した。その後は、石山が2016年には、前年2015年に、同じく落馬により障害を持ち、引退を余儀なくされた、高島勝氏が同じく障害者馬術選手として活動を開始しており、高島と共に、元 JR 駅首によるパラリンピック出場を目指している。レース名称は当時、ありがとうございます。